おはようございます。ランチャンネルです。こちらのチャンネルでは音響照明映像機材などを取り上げています。この動画が役に立ったなと思ったら、ぜひチャンネル登録や高評価の方もよろしくお願いします。さて今回は前回までのこの革手とビニテですね、ここら辺に引き続いて現場の7つ道具についてまた話していこうと思います。前回までの動画をご覧になっていない方はぜひですねそちらの方もご覧ください。今回は暗い時に必要となるこちら、ライトについて話してみたいと思います。ライトといっても舞台照明みたいなパーライトとか、そういった照明ではなくて作業している手元を、明るくするような、そういったライトについてお話ししていこうと思います。ちょっと変わったものも紹介していこうと思いますので、ぜひですね最後までご覧ください。さて、多くの方が思いつく、そういうライトっていうのはおそらくその懐中電灯みたいなライトを思いつかれると思うんですけれども、用途としては、単純にその暗いところを歩くときに足元をですね照らしたりとか、あとホールとかだとですねリハとか本番中に、手元のこの資料を確認したりとか、演者さんを、誘導するときにですね足元を照らしてあげたりとか、結構ですね、袖とかあとミキサーの周りとか結構暗い時が多いので、ホールの場合は、昼でも夜でも結構使う機会は多いんじゃないかなと思います。あとですね、その照明を使って、用意ができたよっていうのをステージ側からミキサー側の人に伝えるためにこうライトでこう円を描いて OK ですよっていう風な感じで、したりとか、その袖対袖の時でもこうやって、したりとか、そうやってその合図をする時なんかも使ったりするんじゃないかなと思います。外の現場の時は、昼間はですねもちろん明るいので、そんなに使うことはないと思うんですけども、やっぱり夜になると、照明がないところは結構暗いので、使ったりしますし、バラシの時とかは、ホールみたいに、作業灯というのも、ないですし、照明さんがですね、ちょっと明かりを残してくれたりするんですけども、やっぱりそれでもちょっと暗いところがあったりするので、外現場では必需品になってくるんじゃないかなと思います。私はですねそのよく外の現場に行ってた時っていうのは、超有名なんで多分ご存知の方も結構多いんじゃないかなと思うんですけども、マグライトっていうこういうメーカーのものを使っていて、で周りの方も中くらいのやつから人を殴れるぐらいのその大きい分だったりとか、小さい分もあったりするんですけども、そのマグライトっていうメーカーのものを結構使っている方が多かったんじゃないかなと思います。以前はですね、なんというか麦球みたいな、いわゆる、ハロゲンの電球だったんですけども、やっぱりその玉切れしたりとか、明るさもそんなに明るくなかったんですけども、で今はですね、その LED になって、明るさもかなりアップしていて、持ってないんでちょっと実際に検証はできないんですけれども、ミニマグと呼ばれるそのタイプのものでも 100m 以上先までなんかこう明かりが届いたりするものがあったりするみたいです。基本的には懐中電灯型のマグライトみたいなのを持ってたりすることが多かったんですけれども、それに加えて私はですねもう一つこんな感じの、いわゆるこの頭につけるタイプの、ヘッドランプっていうんですかね、こういったものも持って行ってました。同じく、音響系の YouTube チャンネルされているそのユイオンチャンネルさんの方でも言われてたんですけども、例えばこうやって頭につけるというか首にかけておいて、これで例えば資料を確認したりとか、こうやって、照らしたりとか、してますよっていう風な話もあったんですけれども、こんな感じでもうやっぱりハンズフリーで、こうやってパッと離しても大丈夫なんで、使えるっていうのは便利だったんで、結構使ってましたね。でしかもヘッドライトは、この分に限ってなんですけども、こんな感じで照らす範囲がスポット的な感じになっているので、あまり周りに迷惑をかからない、そういった利点もあったんで、これをずっと使ってます。1個惜しいのはもう1回押すと点滅になっちゃうんで、消す時にちょっと面倒くさいなっていうぐらいなんですけども、こういったヘッドライトを、頭につけるだけじゃなくて首からぶら下げて使うっていうのもいいかなと思います。本番中なんかは、こうぶら下げた状態で資料を見たりするんですけども、私の場合はですねもう完全に夜になるともう頭につけて、こうやって照らしながらバラシの作業をしてました。とにかくこの向いた方向が必ず明るくなるので、
まあ、作業が結構ですね、ちゃんとはかどるんでいいかなと思うんですけども、まあ一つだけこれ気をつけるのは、そのこれをつけたまま人と話すとですね、まあこんな感じでまぶしがられることが多いので、まあそういう時はこうちょっと上に向けたりとかして、まあまぶしくないように対応しなくちゃいけないかなという、まあそこだけちょっと気をつけるところなんですけども、これまあ15年くらい前に買った分なんですけど、まあまだまだ現役で使ってですね、かなり丈夫で助かってます。あとまあ余談なんですけども、まあバンドものの現場でですね、まあ、暗転中とかにギターの演奏の人が、まあ、ちょっとアンプのボリュームをこういじろうと、した時に、まあ、ちょっと暗いんでなかなか見えないんでですね、そこをさっと明かりを、つけてあげた時にありがとうみたいな感じでお礼を言われたんで、その時はめちゃめちゃ嬉しかったですね。まあ、こうサッと出してサッとつけれるようなライトを持ってたら、まあめちゃくちゃスマートでかっこいいんじゃないかなと思います。じゃあですね、まあちょっと変わったライトっていうのも紹介してみたいなと思います。まあ卓のライトといえばですね、こんな感じの先がまあキャノン型になってて、卓にですね直接つけて電源を供給してつけるリトライトっていうのがあったんですけれども、まあ、これがですね、まあ、今思うと、結構まあ暗くて、あと交換用のランプっていうのも、意外と高かったりするんでですね、まあ、このリトライトを使わなくても、まあ、最近では LED のものが結構普及しているので、まあ、純正品とかじゃなくても、まあ、すぐ手に入って、しかもですね、まあ、安くていいものがありますので、そういうのを紹介していこうかなと思います。まずはこういったものですね。これは何かというと、先がこういう USB になってて、でこちらに LED のライトがついてます。でこちらも同じように、USB と先っぽに LED のライトがついてるんですけども、まあ、例えば、こういったスマホ用の充電の AC アダプター、これにこうつなげば、まあ、明かりがつくので、まあ、これを使って卓の明かりとして使ったりとか、卓周りでこう資料を見るときにこう使ったりとか、まあ、あとモバイルバッテリーなんかでもですね、これ使えるようになるので、まあそれを持っていればですね、まあそんなに長い時間じゃないんですけども、まあちょっと簡易的な手元ライトとしてこうずっと置いておくこともできるかなと思います。まあ、結構便利かなと。あとまあこちらはこれ先はもう AC 電源になってるんですけども、クリップがついてて、ここの先に同じようなこう LED のライトがついてるんですけども、こうやってどっかにこうつけておけば、まあ卓の方向にも向けれますし、ちょっと別の方向にもすぐ向けたりとかできるので、まあこれは便利です。USB から給電する分に関しては、まあパソコンにそのまま挿せばですね、パソコンのキーボードをこう照らせるようになるので、程よく明るくてですね、まあフレキシブルに曲がるので、まあ、これはかなり使いやすいですね。ちなみに今紹介したこれは全部 IKEA のものになるんですけども、特にその宅周りで使うときには重宝しているものになってます。値段も300円ぐらいかなとかだったので、これでも1000円ぐらいかな、それぐらいの値段なんで、まあ私なんかはですね、この IKEA に行くとですね、まあ、まとめて 2,3 個ずつ買ってきたりとかして、まあ周りの人にも進めたりして、結構ですねこれは気に入って使ってます。あと次はですね、まあちょっとここに置いてあったんですけども、こういった感じでこれは単三電池ですね、入れて使う、まあ、LED のライトになるんですけども、これはですね、まあ、実はこの100均で買えるライトになってまして、これもですね、まあ、結構いくつか買ってきてて、まあ、このまま、ミキサーの上に置いたりとか、まあ、テーブルの上とか、あと例えばその司会者さんの手元明かりとして、置いててあげるとか、まあ、これも結構いろいろ重宝しているものになります。最近なんかこう100均のグッズを結構紹介している気がするんですけども、まあ、そのお店がどこにでもあってですね、結構皆さんもお世話になってるんじゃないかなと思いますけども、まあ、便利なんじゃないかなと思います。あとこれこの間見つけたんですけども、これはまあ、同じように LED の電池式のライトになってるんですけども、ここにマグネットがついてまして、金属の部分であればですね、どこにでもつけることができるので、
こんなことしないと思うんですけど、あのこれマイクスタンドについたりするので、まあこんな感じでどこにでもつけて使うことができます。あとまあその最初に紹介したですね、そのマグライトみたいな、ああいう、ライトっていうのも、まあ、100均にも結構売ってるので、これでもいいんじゃないかなと思ったりもするんですけども、まあ、やっぱりその防水性とか結構ハードに使ったりするとすぐスイッチがつかなくなったりとかするので、まあ、そういったちょっと耐久性にはちょっと若干不安があるんですけども、まあいろいろ便利なものも多いので、まあ100均に行くとですね、まあ、思わずそういう電気コーナーっていうのを、まあ、なんか新商品ないかなみたいなのを結構探すことがあったりします。まあ、ちなみにこのキーホルダーのこういうタイプの、ちっちゃいライトなんかも、まあなんか常に腰にぶら下げたり、してるので、まあ、ちょっと暗い時に、パッと、なんかこう見れるっていうのはいいかなと思います。あとですね、こういう、まあクリップ式のこういうライトも使ったりすると思うんですけれども、まあこういうのを使う時にはですね、結構光がこう周りに、拡散して、まあ、明かりが漏れてしまうので、袖付近だったりすると、その客席側から目立ったりとか、ミキサー付近で使ってるとその周りのお客さんにですね、こう光が漏れたりしてちょっとこう邪魔になったりすることがありますので、まあ、そういった時はこんな感じのですね、青い、これは照明用のフィルターなんですけれども、こういった濃い青のフィルターをこんな感じでここに巻いて使ったりします。そうするとまあ、こんな感じで、周りに、明かりが漏れなくなるので、あの見えたとしてもこの結構濃い青なので目立たない、そういった、効果があるので、これは今ですね、71っていうフィルターをつけてるんですけれども、まあ、なるべく濃いめのフィルターでこういったものを作ったりもします。まあ、白熱球とかだと熱で溶けたりするので、まあ、こういった照明用のフィルターがいいと思うんですけれども、まあ、最近だと、まあ、LED のランプもあるので、まあ、それだとあまり熱くならないんでですね、まあ、そんなにこう耐熱のものじゃなくても大丈夫かなと思います。まあ、スマホにも、一応ライトの機能はついてたりするので、まあなんか急な時にはそれでこう照らしたりもしたりするんですけども、まあ、やっぱりこう光が、結構拡散したりとか、あとずっとそれをつけっぱなしに、しておくこともできませんので、現場には、小さなものでいいので、まあ、一つライトを用意していくことをお勧めします。ということで、こういったライトを紹介してみたんですけれども、いかがだったでしょうか。まあ、変わって見に行って、あと、まあ、こういうライトと続いて、まあ、次もですね、まあ、これがないと地味に困るようなアイテムっていうのを紹介していこうかなと思います。ぜひ次の動画もご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。